文部科学省が東京女子医科大学に指導です。東京女子医大の同窓会組織から勤務実態がない職員に給与が不正に支払われた疑いで、警視庁が大学本部などを家宅捜索したことを受け、文部科学省が調査を徹底するよう大学側に指導しました。文科省によりますと、昨日事務局長らを呼び状況を聞き取ったということで、大学側は事実関係を確認中と説明したということです。